で、往復でね折り返してきてっていうような感じで考えております。でそこからは先はねまた車で移動しながら、案内をしていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあでね、ってことで、西桜川のね、交差点のあたり前に登ってきましたけどね、動画的にはね、末永のミニストップ出てね、丸藩の前を通ってなんや来ただけやないかと思われるかもしれませんけど、実はちょっとトラブルがありまして、一回家に帰ってたんですね。結果的にね、1時間ぐらいロスをしてしまいまして、1時間強かもう10時前なんで、ちょっと予定がだいぶ狂いましたけどね、とりあえず平津駅、向かっていこうと思います。うちのチャンネルで行くのは初めてですよね、平津駅は。というか私自身も行った、平津駅は行ったことないな。一応今場所はねザザッと調べたんで行けるかなと思うんですけど、旧道の方入ってかないといけないんですよね。だからね、いささか分かりにくいのは分かりにくいんですよ。すいませんね、アングルが変わりましたけどね。深い理由はございません。横の雰囲気を移した方がいいんじゃないかとか、そういうようなあれではなくて、単純に真ん前にのね、今正面に置いてみたらね、カメラが白いカメラなもんで、ちょうどフロントウィンドシートにね、反射しちゃってね、めっちゃ見にくかったんで、避けましたよっていうだけです。ここだと、運転しようがないんでね、そう、普段前を映して撮ってみたことがあるんですけど、あの時はね、位置がね、レッコの位置がずれるんで、ね、問題なかったんですけど、今後ろ側にしてみたら、安定する場所に置こうとすると、ちょうど前の車の、ナンバープレートのあたりのところが、だからね、中心に、真っ白になっちゃって、見にくいなっていうんでね、とりあえずちょっと場所を変えさせていただきましたよと。それにしても外暑いですね。今日は四日市が36度最高気温予想らしいんで、だいぶ暑くなりますからね今日も。さあということでね、ちょっと、いろんな、他動画のね素材も撮ったりとかね、ちょっとまあトラブルで1時間ちょっと遅れたのが痛いな。ちょっとそれでドタバタしとるもんで、あんまり、今平津駅にね向かってる途中はあんま撮れてませんけどね、普通の動画だったらここでもうすぐ平津駅に着いて、はいここが平津駅ですねやるんだよね、行く間にもね、撮ろうとするがこんなことになるんですけどね。いやそれにしても暑いな。そうか、ここで、ね、メインチャンネルの方で喋ったんだっけ、今サブチャンネル用の方で喋ったんだっけ、分からなくなったけど、最高気温36度、暑いな。多分日向の方だったら40度いきますよねこれだと。なんとかだこれ、大谷駅のローソンのあたりまで来てますからね、まあまあいいあたりまで来てるんで、こっから旧道の方に入って、どう行きゃいいんやろな、これ三木鉄道だろうな。警報器がど真ん中に落ちる、どういうこと、ね、前に撮っときゃよかったな、しまった。深夜から、なんかなんとかんのかな、皆さんには、澄み渡る青空が映ってると思いますけど、隣がね、でっかいダンプカーなんでね、軽やと安感を感じる座り地なんですよ。といったところに平津駅があるはずなんだけど、すいません間違えてましたね、今
あの左に曲がり、ま、右に曲がりましたけど、あれがダメだったみたい、逆でしたね。左に曲がるんじゃなくて、右に曲がるんじゃなくて左の方に行って、ずっともっと先まで行かないといけなかったみたいですね。大江地駅からの、ね、乗った、もう大江地駅の前の方に来ちゃったんですけど、あれなんですね、大江地駅は駅前に無料駐車場がどうもないらしいんで、まあちょっとね、大江地は避けて平津へと、無料駐車場があるよってことなんでね、せっかくなんでね、平津から乗ってみようかなと思います。そう、やるとちょっと遠い、こっちがメインの集落なんだな、平津町の。さあ、意外とギリギリのところに目印が出てましたね。で、着いた着いた、平津駅の部分を、まあ、どこが駐車場なのかな。あ、ここか。ここを止めていいのかな。さあ、やってきました、平津駅ですね、四日市市の平津町ですね、というところにあります。ですから三義鉄道の駅なんですけど、もうちょうどあ電車が来たなと。あ、こんな時間。あ、お、ちょうどめっちゃナイスタイミングできた。